ています。バックストレッチ7番の天貝が前に仕掛けていきました。天貝が前に上がって5番の筒井をかわして先頭に立つ。残り600の鐘。後方からは9番中井が一気に仕掛けてくるが、合わせていくのは7番の天貝。さあ7番の天貝と9番中井、ここは先行争いになっていくか。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。さあ天貝と中井が懸命に踏み合っているが、ここは天貝が1社前に出ているか。9番中井も懸命に食らいつく。その後ろから5番の筒井のまくりがやってきた。バックストレッチ、さあ5番の筒井が一気に前段をまくりで捉えていきました。後ろは2番の笠松、さらには8番の大久保が続いていきます。5番の筒井が先頭で4コーナーから直線。筒井先頭、追ってくる2番の笠松、筒井粘っている、笠松追ってくるが筒井が押し切った、ゴールイン。2着争いは2番笠松、8番大久保で接戦。